歌舞伎役者市川團十郎の歴史はいくつか捏造隠蔽されています。その一つ、團十郎家の血筋は途切れず350年間続いているの捏造方法、トリックの解説です。11代目は團十郎業績59年間の空白後昭和に襲名したため、ここは養子と認め、9代目まで続いているとしているものも多いです。実際は2代目で完全に血が途絶えています。初代の次男は1690年元禄3年8月に生まれ、1700年元禄13年3月9歳で他界しました。長男の2代目團十郎夫婦には子供が生まれませんでした。1725年2代目團十郎が37歳の時、初代の弟子三益康介十郎の子供4歳を養子にしました。1735年47歳の時、14歳になった養子に3代目を継がせました。3代目は市村派左衛門の娘菊と結婚しました。1742年54歳の時、3代目は21歳で病死しました。12年後の1754年66歳、他界する3年前に2人目の養子を迎え4代目を継がせました。1つ目の捏造トリックは、4代目は2代目の娯楽院説。娯楽院とは、身分の高い男性が正妻以外の身分の低い女性に産ませた子供のことです。しかし明治時代前まで下手避妊、河原乞食と呼ばれていた身分の隠し子を娯楽院とは言いません。捏造する人たちは意図的に團十郎を高貴な身分と錯覚させたいのでしょう。隠し子のはずもありません。3代目を養子にした1725年、4代目は14歳でした。わざわざ血のつながらない人様の4歳児を養子にしなくてもよかったはずです。4代目は1711年生まれ、芝居小屋に専属する観客の食事所である芝居茶屋の泉屋勘十郎の次男でした。1714年、3歳の時、初代松本幸四郎の養子となりました。24歳まで女方でした。1735年、29歳の時、2代目松本幸四郎を襲名しました。実悪、敵役の演技を得意としました。後に團十郎らしくないと批判されたほど、陰気でした。男色を好んでいました。愛人の男性に影待ち屋をさせていたほどです。4代目と2代目は、明らかに顔立ちも芸風も違いました。12年後の1754年43歳の時、4代目團十郎を襲名しました。この過程が2つ目の捏造トリックです。誰でも編集でき、そのため一部信憑性が疑問視されている浮きメディアには、2代目團十郎自ら2代目松本幸四郎を養子にして成田屋を継がせたと書いてあります。しかし市川白猿社事録には逆のこと、2代目幸四郎から切望したと書かれています。市川白猿社事録は1769年明和6年に池須賀参陣により書かれた2代目團十郎の記録です。参陣とは世事を離れた自由に暮らす人、書画を書く風流人で、画豪に添えて用いる語です。池須賀参陣は歌舞伎が好きで趣味的に書いた記録物なのでしょう。2代目の死後11年後、4代目58歳、5代目28歳、5代目が襲名する1年前に書かれ、当事者たちは生きていました。なのでかなりリアルな事実が書かれていると思われます。以下は市川白猿社事録からの引用です。文中の白猿は2代目團十郎のことです。2代目幸四郎は3代目團十郎の没後、途絶えている團十郎の名跡を襲名したいと切望し、白猿2代目團十郎の菩提寺増上寺の上昇院に斡旋を頼んだ。上昇院は世話を引き受け、立って白猿に勧めた。白猿も菩提所上昇院住職の世話は無視できなかったのか、これを了承し團十郎の名跡を継がせることを決めた。幸四郎の喜びは並大抵ではなかった。養子から2代目松本幸四郎名跡を継いでいたのに、團十郎にもなりたいと希望しました。5代目は4代目が27歳の時の実子、顔立ちは4代目に似ていました。2代目幸四郎が4代目團十郎を襲名した時、5代目は13歳でした。捏造する人たちは、4代目は2代目の姪養女と結婚したから血筋はつながっていると3つ目のトリックを仕掛けます。5代目の母親は2代目の姪と断言しているものさえあります。4代目には2人の妻がいたことが分かっています。3代目岩井半四郎の娘松と
二代目段十郎の名、犬です。この時代、名前が残されていない妻もいた可能性も十分あります。四代目は男色を好んでいたため、普通の感覚の妻なら、辛かったでしょう。四代目が27歳の時に生まれた五代目は、本当に二代目の名、養女が産んだのでしょうか。役者は被差別階級で、芸用紙も多かったです。二代目が血筋が続くことにこだわっていたら、三代目に親戚の娘を結婚させたはずです。しかし三代目は、当時の役者では当たり前の、初代二代目と血のつながらない、菊と結婚しました。初代が刺殺された衝撃的事件は、口コミで広がり伝説化していきました。二代目が他界する3年前の老年期、襲名を切望する役者が現れた時、二代目に欲が生まれ、血のつながった後継者を望むようになり、名を妻に送り込んだのは事実でしょう。しかし、五代目が二代目の名の子供だと、辻褄が合いません。なぜなら、三代目高井の12年の字、わざわざ段十郎家の五大寺上昇院の住職に、斡旋を頼む必要がないからです。しかも四代目は襲名した1754年に、二代目の養子になりました。名が妻なら、初めから親戚。妻に頼めば、手間が省けます。二代目にとっても血のつながっているはずの、また老いにあたる、自分の子供13歳を連れて、二代目に直接会えばよいだけ。娯楽院説同様、無理すぎる設定です。辻褄が合う、自然な考察をすれば、名と四代目の間には、子供はできませんでした。結局、初代二代目と血のつながらない、繊細の子供が、すでに三代目松本幸四郎を襲名していた1770年、29歳の時、五代目を継ぎました。段十郎家は二代目で、完全に血が途絶えた。これが最も辻褄が合います。2022年10月末に13代目段十郎白猿を襲名した堀越隆俊が、11代目市川海老蔵だった時、テレビ朝日系列のトーク番組徹子の部屋に出演した際、司会の黒柳徹子さんは、350年続いた家に生まれました、と紹介しました。隆俊の祖父の11代目は、養子ですが、隆俊は訂正せず、あたかもずっと血筋が続いている家のように、演技したのです。ご視聴ありがとうございました。